どうも皆さん、こんにちは、みずるです。今回ですね、脳筋向けの装備3つ紹介したいと思います。本当はね、1つずつ動画にして、コンテンツとして成り立つぐらいのビッグなやつなんですけど、まあ一気に見ちゃった方がいいかなと思って、はい、ちょっとやっていきたいと思います。今回なんですけど、ちょっと今重さ的に2つしかつけてないんですけど、まず最初紹介するのが伝説の武器の1つである遺跡の体験というね、武器でございます。崩壊波という戦技がめちゃめちゃ強いです。そして攻撃力が物理285に魔力がちょっとついてますよというところで、プラスですね、補正見てください、368もついてると。そして筋力が補正 A、 知力 D という感じになってます。必要能力値もそこそこ高いですね。筋力50、知力16、見ていきましょう。空から降る遺跡の残骸、その砕けなかった欠片を鍛えた武器、伝説の武器の一つ。この伝説の武器と書かれているものが数振りあるんですけど、これがですね、このエルデンリングの中でなかなかこう癖のあって使い勝手がいいわけではないか、なんて言うんだろうな、こうユニーク武器というところでね、収集価値はあるんじゃないでしょうか。専用戦技崩壊波、剣を掲げた後それを叩きつけ地を走る重力波を放つ戦技というふうに書かれております。今回プラス9までしかしてないんですけど、プラス10にすると能力補正が筋力 S ということになって、めちゃめちゃ強いです。マジで筋力向けよな。今ラダーこうなしの状態なんで筋力60なんですけど、65にすると、こんな感じ、87、まあ、22アップってところですかね。そんなべらぼうには上がらんけど、まあ、筋力補正が S になってきて、まあ、筋力もうちょっと上げるとっていう話ではあるのかな、はい、って感じでございます。そしてもう一つが単眼の盾というね、これも面白いんですよね。見るとこはですね、炎の唾という戦技ですね。基本的には盾性能物理100でガード強度もそこそこ硬いで、筋力必要値が36というちょっと癖のある、そこそこ持ち手を選ぶ盾という風になってるんですが、まあ、重さも 20.5 と結構重いんですけど、これ重量向けですね。で、今回はこの2つとプラスでエルデンリング界最強候補3つですね。重厚な巨人砕きと、こっちはねプラス25、最大まで強化してあります。筋力補正がなんと S ついております。必要能力値がね60なのでめちゃめちゃ高いんですけど、攻撃力は330素でついていて、そこに479の補正がついていると、めちゃめちゃ高いよね。で、これをですね、両剣のステップつけて重厚なという巨人砕きにしております。重厚なに派生することによって筋力補正が S になるので、S 欲しい人はね重厚なに派生をつけましょう。で、じゃあ順番に見ていきましょう。まずこいつから。背中に背負ってるインパクトやばいな、ちょっと。で、今回ね初使いなんですよね。自分筋力補正えぐいなって言って持ってきたんですけど、まだね使ってないんですよこれ。どりゃ重い、うりゃ、おお、いいですね。なるほどなるほど。まあ特大剣だからね、結構重みはあるね。うお、いかついねこの振り。そして皆さん見たいやつ、重力波、とりゃ、あ、そんな届くんや。ちょっと試し打ちと思ったのに、やばいな。はあ、もう一括、120万持ってるからこっち攻撃しないで、怖いんだよ。ドリア、うお、すげえ。いや、これ癖になるな。さあ、集まってきました。これ全部いけるんじゃね？さっきの戦技なら。ちょっと目指せ、全クリ。はい、縦に並んでくださいね。いやー、ちょっと全部は無理だな。いきます！ここです！ドリア、ドー、気持ちいい。やば、これ。えげつねえ。殴りなら負けねえぜ。もう盾をものともしない感じね。そしてこの振り下ろしと。おっ、え、マジか。ちょっと、よかった、これやって。知らずに終わるとこだった。いきます。ふん。うわ、いかつ。これ強攻撃でこんななるんや。やばいね、これ。はい、次。こっちはね、ユニーク戦技ではないので、そんなにこう、面白い武器ではないんですが、単純に筋力補正が S ついていて、めちゃめちゃ強いと。筋力には向いてますよという武器になってます。見た目というか、振りは普通のハンマーですね。どちらも特大武器なので、重めの振りにはなってるんですが、この戦技自由というところで、両剣ステップをつけることによって、こんなのもできちゃう。ダメージ、えぐいな。
こうやってねスンスンスンと寄っていって、ドン、おりゃー、うお、やべえこれ、いや、えぐいなこれ。うわ、初めて俺特大武器真面目に使うかもしれん。ドリャー、よいしょー、うわすごいぞこれ。え、これ猟犬ステップとの組み合わせマジおすすめ。今たまたまつけてきたんですけど、これ早くしたら楽しいんじゃねえつって、え、これめちゃめちゃ楽しいぞ。筋力補正よ、みんなこれを取るんだ。外しちゃった。うん、からの、よいしょ、うわー、重みがすごい、重みがすごいわ。もう振りかざすだけで衝撃波できてるもんな。うーわ、なんだこれ、ストレス解消ゲーみたいになって、ほら、おー、いいねこの。はい、最後ですね、こちらの盾、意味深な盾ですね、これ非常に意味深。さあ見ていきましょう。裏手側がですね非常に面白いんだよね、これ。ガンダムにねこんな裏のシールドあるんですけど、いやー、なんだか忘れちゃったけど、なんかこんな似たようなのがあった気がする。持ち方独特だよね、こんな感じとなってます。炎の唾いきます。間違った、炎の唾いきます。向き調整ですね、違うのか、待て待て、俺使い慣れてない。炎の唾いきます、ボン、あー、なるほど、ちょっと距離感がむずい。 FP はそんなには消費しない、あんま動けないですね。さあ来るの歩みを待って、ボン、やーべえこれ、ちょっと待ってくれ。いや、ボスとかね、機敏な敵には使えないですけど、多数じゃなくて何、単体の敵に関しては、やばいね、これも。やはり筋力の最終地点というか、筋力武器の、なんだ、極めつけというような、戦技と威力になってますね、これ。1500ってやばくない？しかもこのさ、見た目がもう活かしてるよね。見てこれ、ちょっとあんまり見てくんない。連射はできないから、本当にこう、ここぞという時って感じではあるのですが、うわ楽しいこれ。いや、どちらも魅力的ですねこれ。皆さんどっちが好きですか？振り方としては、自分はやっぱりハンマーよりは、まあ、剣かな。うん、剣と盾の組み合わせが結構好きかもしれないこれ。はい、ということで最後ね、場所紹介して終わりたいんですが、まあ、割と中盤以降に取れる武器なんですが、一応こう最初序盤ねから行くならというところで、話していきます。導きの始まりからニューに焼かれた廃墟で、飛べるところがですね、サリアの結晶行動というところ、これはよく知ってる話だと思うんですが、ここからですね下ずーっと下っていくと、経験値で美味しい場所と言われているフラクの大橋、これ序盤のね経験値稼ぎ、放置稼ぎ場で有名ですね。ここから行ける赤字市場というところ、ここはですね、ラダーンの討伐前の広場となっているんですが、まあ、祝福一番近いとこ、ここね、広場前の部屋というところになってます。まあ、通常ね、普通に先にここでボスやるらしいんですけど、ラダーン倒してしまって、あれ出ないじゃんという方は、祝福で一回休んで、ロードし直してから行くとですね、ここがボス戦の場所になっていると思います。で、そこでゲットできるのが遺跡の体験。ボスはですね、ちょっと強いかもしれない。2体出てくるので、まあ、ぜひね頑張ってみてください。位牌がね結構強化されてたら、そんなに苦戦はしないと思うんですけど、はい、ということで遺跡の体験はこちらでゲットできます。はい、続きまして巨人砕きというべきですね、ハンマーの場所なんですが、始まりの場所がまたここから見てですね、ずーっと上に行く感じです。リエニエ通ってもらってオートに入っていく通路になるんですが、オートの行き方としてはテクタス昇降機使う、もしくは小遺跡断崖を登ってくると。まあ、これいつも紹介してます、もうなんか何度も言ってますが一応紹介しておきますね。で、ここからですね、アルター街道の三砂路、これ教えてくれたんで三砂路じゃないらしいですね、三砂路、ここの分岐をですね、右側行ってもらってですね、オートの方に入っていきます。外郭の経営樹というところからさらに下に行くとですね、近場で言うと小黄金樹教会だったりとか、もっとしていくと封印された行動とかあるんですけど、この辺ですね、この辺にちょっとした野営地があるので、ここちょうど分岐してますよね。ここの方で行くとですね、野営地があって、ここのボス、まあ中ボスですね、ガチボスではないんですけど、あ、ボス表記出たっけかな、まあ、あのよくいるミミズみたいなボス、腐敗したなんとか樹でしたっけ、あのミミズみたいなボスを倒すと、黄金樹の種がもらえるんですが、その近くにある馬車ですね、よく棺が入っていていい武器がもらえるという馬車、
あそこの宝箱を開くことによってゲットできるのがこちら巨人砕きの入手方法となっております。最後ですね、単眼の盾、こちらなんですがだいぶ終盤となってしまいます。巨人たちの山霊の方にある最終的な場所としましては感謝たちの砦というところなんですが、これちょっと生き方が難しくて、で行き方なんですけど、まずね、ザミョルの廃墟とかこの昇降機から来てもらって行けるんですが、ここからずーっとこの細道通ってきてもらいます。で一応カーソル通り行けるような道筋としては、小遺跡の雪谷通ってもらって、ずーっとこっちですね、近場の氷結湖灯してもらって、ぐるーっと回ってこの辺が登ってこれるんですよ。この辺から登ってきまして、行けるここ雪の尾根道というところからすぐ行けます。ここちょっとね癖が強くて、一見外行けないようになってるんですけど、何もないようになってるんですけど、ちょっとね道を通っていくとまたさらに上に行けまして、今ムービーで見せてると思うんですけど、登っていくとですね、単眼の盾を持った NPC がいるので、そいつを倒すとゲットすることができます。ちょっと強いかもしれない、硬いね、あとダメが結構出るので、あの意外とこうサクッと殺されちゃったりするかもしれませんので、まあお気をつけつつ倒してください。はい、ということですね、今回は3つの筋力向け武器と、まあ、ちょっとロマンあるね盾ですね、まあプラスアルファということで紹介してみました。この辺はね本当に終盤にかけて強化すればするほど強くなっていくという本当に筋力向けの武器なんですが、まあ、ぜひね一度は使っていただきたいというぐらいの楽しい武器なので、ぜひ皆さん取って遊んでみてください。ということで今回は以上でございます。ぜひね高評価もよろしくお願いします。それではまた次回のでお会いしましょう。ミュージシャン、バイバイ。